こんにちは、ルソレルです。今回はこの撥水スプレーの効果がどれくらいなのかっていうのを試してみたいと思います。早速準備していきます。違いが分かりやすいようにシンクの半分にビニールをかぶせときます。スプレーの使い方は簡単で、汚れ、水分のない状態でシンクにまんべんなくスプレーした後、スポンジで全体的に伸ばしていきます。その後タオルで拭き上げたら準備完了です。では実際に効果を見ていきたいと思います。ちゃんと水を弾いてくれてますね。スプレーを塗布した方が圧倒的に水はけがいいです。ただ全部の水がきれいに流れるかっていうと、それは水の量とシンクの傾斜に影響されるかなと思います。こんな風に水をたくさん出すと、ほとんどの水は撥水されて一塊になって流れていってくれます。ですがこんな風に端っこに飛び散ってしまった水は流れないです。撥水はしているんで水滴がコロコロ流れていってくれそうなんですけど、どうやらうちのシンクでは難しいみたいです。では次はこの効果がどれくらい持つのか見てみたいと思います。これは塗布してから2日後です。気持ちいい撥水力が落ちてる気がするんですけど、一応なんとか弾いてくれてますね。3日後もなんとか持ってくれてますね。4日後はこうやって見比べると塗布してないよりは弾いてくれてるんですけど、ただもうこれは効果がないのともう一緒ぐらいですね。まとめてみると結果はこんな感じでした。1日目の弾き具合が最低でも1週間は持ってほしかったですね。これを撮影している4日間はシンクを洗わなかったんで、毎日シンクを洗った場合はもっと早く効果がなくなっちゃうんじゃないかなと思います。とスプレーなんで扱いはめっちゃ簡単なんですけど、乾いた状態のシンクを用意するっていうのが個人的にめっちゃ面倒なんですよね。なので正直なところ私は多分もう買わないと思いますし、他人にもあんまり勧めないと思います。というわけで撥水スプレーの効果がどれくらい持つのかを試してみた結果でした。もしもっと効果が長持ちする方法があれば教えてほしいです。